はい、どうも獣医師の武器です。今回もですね、いっぱい犬猫飼い主様たちにとって有意義な情報をお届けできるように頑張ってまいりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、今回のお題はですね、こちらになります。はい、ドン、犬猫の麻酔ですね。はい、今回は麻酔についてお話をしていきたいというふうに思います。皆さんですね、おそらく大体の飼い主様たちはですね、麻酔はとっても怖い、麻酔かけたら死んじゃうわ、麻酔なんて絶対に嫌だと、まあちょっと程度の差はあれどですね、麻酔に関してはまあややマイナスなイメージを持っていらっしゃるかなというふうに思います。で、まあこんな、お話をしている私もですね、人間ドックを実際自分で受けた時にですね、まあ内視鏡検査があったんですけれども、帰りにすぐ車の運転をしたかったので、まあ鎮静剤を使わずに検査したんですが、まあバッチリ後悔しましたね。もうやっときゃよかったなと、非常に後悔しました。はい。で、まあ、必要な時に必要な麻酔や、鎮静の処置をするということは、実はこれはむしろ安全な行為なんだということをですね、今回の動画でお伝えできたらなというふうに思います。はい。で、犬猫に、行う麻酔に対しての考え方がですね、まあ、少しでも、ワンちゃん猫ちゃんの救命の方向に向いていただくようになればいいかなと思いますので、飼い主さんたちはですね、どうぞ最後までこの動画見ていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ麻酔って何なのっていうところなんですけれども、麻酔と一言で言ってもですね、実際いろんな方法、いろんなやり方があるので、まあ、ちょっとかなり奥が深い、分野になります。で、麻酔専門の、獣医師だって存在しているんですよ、実際にね。あまり、知られてないかなと思うんですけれども、まあ、でもよくよく考えれば当然のことだと思うんですよね。人の医療だって麻酔科医って普通にいますよね。まあ、それと同じで麻酔科の獣医師だって、存在するというような流れになります。で、ただまあ普通のね、一般の動物病院で麻酔を管理するスタッフが、全員ね、麻酔科の専門獣医師だというふうなわけでは今のところないんですけれども、まあそれでも当然ですね、動物病院で麻酔を管理するスタッフはですね、麻酔を、安全な麻酔を提供できるようにですね、日々研鑽を積んでいる人物が当たってるじゃないかなというふうには思います。で、まあ一獣医師の意見なんですけれども、まあ麻酔っていうものはですね、単純に眠らせるだけというようなものではなくて、手術などの、まあ体にちょっと、侵襲的な行為の前、あるいはその最中にですね、肉体的、あるいは精神的な苦痛を取り去る行為、であってですね。で、そしてその行為は、可逆的なものでなくてはならないんじゃないかなと。まあ似たようなことがね、いろんな本に書いてあるんですけども、まあそういったものだと認識しています。で、まあこれはですね、患者の安全のためと言えるわけなんですね。で、まあしかしですね、これらをちゃんとやろうとするとですね、まあかなりハードルは高いんです。やる側からしたら結構難しい、素人にはできないかなというふうには思います。なので、まあ、麻酔をかけないでいいのであればですね、まあ、麻酔をかけずに処置、まあ、してしまう方が簡単です、もちろん。まあ、簡単な処置であれば麻酔かけずにやることももちろん多いんでね、わざわざ爪切りのために麻酔かけるかというと、そんなことはしないと思うんですけれども、必要だから麻酔をかけるというようなところなんですね。で、まあ、麻酔のね、全身麻酔の提案が、例えばね、受診した動物病院の獣医師からされることがある、まあ、あるいはされたっていうのは、なぜかというとですね、まあ、それは麻酔をかけないと安全を確保しながら処置ができないというふうに判断されたからだと私は思います。で、まあ、麻酔の種類ですね、まあ、そんな、安全を確保するために行う麻酔っていうのは、いろんな方法があるんですけれども、どんな方法があるのかというとですね、まあ、小動物の医療、犬猫の医療では、大体、まあ、こちらに書いてあるような、こんな方法が、大体今あるのかなというふうに思います。で、一つは、局所麻酔、まあ、局所の鎮痛ですね。まあ、これ何かというとですね、まあ、わかりやすい例はですね、人のお医者さん、歯医者さんとかで歯の処置をするときに痛み止めの注射を打ったりすると思うんですけども、まあ、あんな感じのイメージですね。意識は残ってるんだけど、その場所の部分の痛みだけを取り去るというような処置のことです。
まあ、硬膜外麻酔とか部分麻酔とか、まあ、そんな呼び方で言われると思うんですけれども、基本ですね、動物は痛みがなくてもですね、何をされてるかっていうことが理解できないので、まあ、痛みなく縫合の処置をされてるとか、例えば痛みなく極端な話ですけど、お腹開けるとか、まあ、人間だったら、もしかしたら、できるかもしれないんですけれども、ワンちゃん猫ちゃんの場合基本意識のある状態でそういった処置を行うのは、まあ、まず不可能です。なのでまあこの局所麻酔、まあ鎮痛、局所の鎮痛っていう処置のみで、そういった処置を行うのはまああんまりなくてですね、本当にあの軽症の場合のみかなというふうに思います。で、2番目の鎮静ですね。鎮静の処置。まあ、これは何かというとですね、まあ、私がさっきお話ししたその人間ドックの内視鏡の時に、まあ、人間で行うようなものと同じイメージなんですけれども、まあ、精神の安全というか、落ち着いてもらうような感じですね。鎮静処置を行うと、まあ、簡単に言うと、まあ、寝ている間に処置が終わってたというような感覚なので、まあ、その間の嫌な思い出が残らなかったりとか、あとは、まあ、処置してる間は基本寝ているような状態になるので、まあ、処置をする方もされている方も安全に処置を行えるというようなもの、というのがイメージしやすいかなというふうに思います。で、鎮静の状態だけでは、まあ、その鎮痛っていう作用はほとんどないことが多いので、まあ、基本は鎮痛剤とかも併用しながら、実施するのかなというふうに思いますが、まあ、ただ、ね、触らせてくれないワンちゃん、猫ちゃんとかの場合ですね、本当体を見たい、傷の様子を見たい、あとは口の中を見たいとか、触診したいとかのためだけであれば、まあ、鎮静の処置だけでも、行うことはあります。まあ、そのワンちゃん、猫ちゃんの状況、状態、次第で、まあ、そこは判断していくようなことかなというふうに思います。で、3番目の局所麻酔鎮静っていうとこなんですけども、まあ局所麻酔プラス鎮静っていうとこなんですけれども、まあこれはまあ結構多いパターンかなというふうに思うんですが、まあ鎮静の処置で動物を浮動化して、まあ鎮痛剤もしっかり使って処置を行うというようなパターンですね。まあ傷の縫合とか洗浄、あるいはまあ比較的短時間で終われるような処置などに、使用することが多いかなというふうに思います。全身麻酔と比べると、まあ、若干比較的体に与える影響はまだ少ないかなと思うんですけれども、ただ油断せずにしっかりね、やる側はモニタリングをしながら実施して行って、おります。で、まあ、ただ旗から見るとこれはもう全身麻酔とあまり見た目は変わらないかなというふうには思います。はい。で、最後の全身麻酔ですね。まあ、これは何かというと、まあ、これもうバシッとした定義っていうのはちょっと難しいんですけども、まあ、一番多いのは回復手術とかをね、動物分離する場合、大体小動物医療ではですね、まあ、全身麻酔をかけて行うことが多いかなというふうに思います。まあ、これは必要だから行う処置になります。で、ただもちろんノーリスクではなくてですね、まあ、お薬に対してアレルギーを起こしたりとか、あとは、全身麻酔の間に血圧が下がってしまって、あるいは呼吸停止などなどいろんなことが考えられるんですけれども、まあ、もちろんあらかじめそういったことは予想されることなので、まあ、未然に防ぐ、あるいは起こった時にすぐ対応ができる準備を、もちろん実施して、そういった麻酔に取り組むというような形になります。で、まあ、全身麻酔はですね、まあ単純にまあ意識がないこと、あとは痛みがないこと、あとは十分なまあ筋弛緩ですね、あと有害反射の抑制、こういったまあ状況、条件を満たした状況であれば、まあ、全身麻酔と言えるのかなと思います。なので、まあ、この状態を得られるんであれば、まあ、どんな方法でも、どんなお薬でも、全身麻酔の状態と言えるのかなというふうに思います。まあ、鎮痛剤、鎮静剤、筋弛緩剤、あとは呼吸の管理、血圧の管理など、全身のモニタリング、そういったものを使用して、処置管理を行うというようなものをですね、全身麻酔の科での、全身麻酔科での処置というふうなのかなというふうに思います。じゃあ麻酔は危ないのっていうふうな、まあもちろん単純な疑問あると思うんですけれども、もちろん何の考えもなしにやったら危ないです。で、ただそれは何の考えもなしに実施したらの話です。しっかり全身状態を把握して、今そのワンちゃん猫ちゃんの体に何が起こっているのかという問題も全部把握して、でその上で麻酔の計画を立てて、でしっかり人員も配置して、でいろいろ考えられるトラブルに全部備えて、でそれで麻酔をかけて、目的の処置を行う、というふうなことでも、もちろんリスクはゼロにはなりません。ただ、まあ、しっかりそう言ってね、そういった準備、できうる限りの準備をして、しっかり計画を立てて麻酔をかける、その麻酔のリスクと、そのまま病気を放っておくリスク、どっちが高いのか、どっちが危ないのかという話だというふうに私は思います。麻酔をかけて、
処置をしないと死んでしまうんだけども、麻酔をかけるぐらいなら死を選びますという断固たる決意がその飼い主様にあって、で、死んでしまうということを理解しているのであれば、まあ、麻酔下での処置はもしかしたらしないかもしれません。ただ、ワンちゃん、猫ちゃんはもしかしたら死んでしまうかもしれません。で、まあ、麻酔をかけて処置をすれば助かるという可能性の方が処置をしないでいるよりも高い場合ですね。麻酔かけた方が助かる可能性高いという場合は、まあ、この時はもちろん、動物病院の獣医師の方から提案があると思うんですけれども、私はこの場合は麻酔下での処置をする意味は あるというふうに考えています。麻酔のリスクを下げるために、まあ一番その動物の体、あるいはその処置の内容に合った方法を考えるのが、麻酔を提供する、医療を提供する側のお仕事だと思っていますので、そういったところを全部こちらで考えて、それでも、麻酔をした方がいいというふうな結論に至って提案をされたのであれば、まあよく話をして納得をしてからなんですけれども、麻酔だからといってもう全部毛嫌いして麻酔もうダメダメっていうのは私はちょっとどうかなというふうには思っています。はい。で、まあこの動画で言いたいことはですね、まあ麻酔っていうのは危ないものです。危ないんだけれども、麻酔下での処置が必要なのであれば麻酔をかけて処置をした方がいい場合っていうのはたくさんあると思います。で、麻酔を毛嫌いする必要はなくてですね、麻酔の管理をしっかり行えれば麻酔はとても重要で意味のあるものになります。で、年齢を理由にですね、麻酔を拒む必要っていうのはなくてですね、麻酔のリスクを測るのは動物病院側のお仕事になりますので、麻酔が無理な場合はおそらくそういった提案はない、あるいは無理ですというふうに言われると思うんですね。なので、まあ、麻酔下での処置、麻酔を含む処置の提案をされた時に、もう頭ごなしに否定するんではなくて、まあ、一度考えて、見てもらうっていうのは十分ありだというふうに私は思うんで、まあ、その考えた結果ね、かかりつけの先生とよくお話をした結果、それでも麻酔が嫌だっていうんであれば、まあ、無理はしないでいいと思います。で、ただね、かかりつけの先生と、まあ、信頼関係を築いていてですね、麻酔下の処置でその麻酔に対するお話、リスクに対して納得できるんであれば、まあ、私はその処置はやった方がいい場合が多いんじゃないかなというふうには思っています。で、まあ、今回のお題はですね、まあ、麻酔っていうお題はちょっと奥が深くてですね、コンパクトにまとめるのがちょっと難しいんですけれども、まあ、麻酔が怖いから処置をしません、で、それで死んでしまいますっていうことにあんま気づいてない方が結構いらっしゃるのかなと思うので、ね、動画にまとめてみました。はい。ただ、まあ、この動画でじゃあ麻酔 OK、 麻酔やろうって簡単に判断するんではなくて、かかりつけの先生と、まあ、その場でね、麻酔を提案してくれた獣医師の先生とよくお話をして、で、それで納得してもらえれば、麻酔下での処置っていうのを飼い主様の中の選択肢から最初から除外するっていうことはしなくていいと思いますので、まあ、そこだけね、この動画を見ていただいた方はちょっと意識を変えてもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい。では今回はこんな感じで以上になります。今後もワンちゃん猫ちゃんに対する、まあ、情報ですね、提供できたらいいなというふうに思いますので、次回以降の動画ももしよければですね、チェックしていただけたらなというふうに思います。はい。じゃあ以上です。ありがとうございました。